ホリエモンチャンネル。いやいや、これ、違う。ごめん、レベル、レベル、レベルひどいよ。だから、レベル1000ってのも、だから、ホリエモンさんがレベル10じゃなかった。じゃあ、レベル1とレベル3ぐらいします。ああ、じゃあ、レベル3にしましょう。とりあえずね。はい、じゃあ、ちょっと軽い差で。じゃあ、もう一遍これで。あ、ちょうどいいです、これで。俺が右なんです、ね、私が左だ。そうです。はい、そうです。で今度はどうかな。おお、堀山さん、理解した。いけてる。やっぱちょっと違うな。あ、緑いっちゃいましたね。そう、そうです。じゃあ、緑なら緑中心に、ガンガン横にして、で、一箇所、あ、それでもいいんですけど、本当は高くしないと、掛け算なんで、1×8 になっちゃうんで、少ないんですよ。うわ、あ、レベル差が、レベル差がいってる。レベル差がやっぱり来ますね。来ますね。これ来ますね。結構、いや、でも、あの、一応対等でしょ、今ね。お互いにこう、同じ感じで、二人とも初心者ということで。このいいんじゃないですか。ねえ。ねえ、あ、でも、堀山さん、一歩リードですよ。あの、いっぱい連携してるんで、そこで、片一歩高くして消すといいんですが、あ、もう消さないとやばい。蓋されちゃう。発火。それで、どっか返せた？あ、返せた、返せた。あれ、私発火できなかった。いや、したんですよ。してなくなっちゃった。あ、そうなんですよ、なくなっちゃったんですよ。そこの左をつなぎましょう、堀山さん。なんで私に指示くれないんですか？はい、だってまだそこじゃん、そこだから、あの、あ、そ、消しちゃ早いんだよな。早いんだ。でも怖いからだって。やべ。いや、でも意外に、うん、堀山さん負けちゃうかも。あれ、さあどうなる。赤しか出てこないんだけど、これ。いや、だからそういう時赤を消せばいいんですよ、邪魔だから。とりあえずお邪魔を消しちゃって、あ、それど、あ、いいタイミングで出したな。そこら赤が来れば、赤を伸ばしましょう。あ、消しちゃうとやばいんだよな。でも足んないんですよ、それ、あの、攻撃力が。そうするとダメージ与えられないんで、うん、その間に堀山さんがあの赤発火すると勝負ついちゃうんで。そういうことか。そうそうそう。あ、これでもう赤が消えると堀山さん多分勝ちでしょう。きた。はい、勝負つきました。でもいい感じだったよね。いい感じで。あ、怒ってる。なんか寝てる寝てる怒ってる寝てる寝てる。でも勝ちそうでしょ、ちょっとやったら。でもこれもう一回やろう、堀江さん。でしょ。悔しい、悔しい。もう一回やりたくなるでしょ。もう一回この感じで、いや、この感じでちょうどいいと思う。再戦しましょうか。今、1、3ぐらいがいい。うん。あの、二人ともいい感じで戦えてた。よし、行くぞ。頑張れ。ガチ勢だな。いやいや、もう二人ガチになってる。あれですよね。なるべく両方長い方がいいってことですよね。そう、横に長く、縦に高い。OK です。基本です。そうやると攻撃力が強いです。あ、短いとね、全然攻撃力ないんで、うん、力ない。お、早速攻撃しましたね、はい、でもちょっと短いんだな。あ、いや、でもそう、追い越されちゃうんですよ。だから、それを掘らなきゃいけないんですね。ぜひ、あの、発火して掘ってください、うん、それで掘れるんで、もう一回掘ると一応、はい、そしたら、あ、緑が行っちゃったから一応反撃。あ、はい、今度そこ掘りましょう、頑張って掘るんだよ。掘るって何ですか？発火したら、あの、お邪魔が消えるから。そう、発火してください。針にして、あー、また蓋さ、いじめられましたね。逆襲、ホリエモンさんに逆襲された。頑張れ、そこ掘る。あ、だから発火すんの、そこ発火して。そうそう、そうやってね、ちょっとずつ掘っていくので、下に届かないと負けちゃうよ。あ、ねえ、なんてタイミングで掘っな。それは、いや、それ見てるんだよ、ちゃんと。ちょっと堀山さんがね、ここ作戦立ってもう任そうとしますよ。さ、掘ってくださいね、そこ。は、あ、あ、緑掘る。あ、間違えた。またそこ掘る、掘ればいい、そこ掘ればいい。そうそう、掘った掘った。下まで掘ってね、掘らないと負けるよ。ガンガンね、あの、お邪魔で蓋されちゃう。掘るの。あ、叩かれた。もしもし、
はたかれましたよ。肉体的に反撃しちゃダメだろ。なんだ今のは。面白い。それ反則だろ。発火発火。発火で掘る。下まで掘りましょう。下まで掘れば、そこも発火。はい、そこも緑発火。あ、違う。いやいやいや、ほっと、あー、緑で発火、緑で発火、でも北からほぼやられる、あっ、怒っ見てる見てる、ちゃんといい感じ、いい感じ、これぐらいで勝ったら負けたらいいと思う。マジ意地悪。いや、ちゃんと見てるから。ゲームだから。ゲームだから。マジ意地汚いよ。相手の動向を見ないと。いいな。怒ってる。じゃあもう一回。本日のゲームホリエモンチャンネルはここまで。今回はぷよぷよの生みの親、コンパイル丸株式会社代表取締役新谷正光さんにお越しいただきました。その新谷さんが新しく開発した任天堂 3DS 用格闘パズルゲームことニョキニョキ旅立ち編で対戦。シンプルなルールながら自分のタイミングで発火、お邪魔を落とすことができる新しい落ちゲーです。11月16日より任天堂 e ショップで発売開始です。熱くなること間違いなし、要チェックです。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この街に詰め込んだらいつかみんなの光になって輝ける。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？